ですけど、めちゃくちゃルマンドだ。弱い国のフィギュアスケーターみたい。これはローソンです。ああ、ぶち切れそう。ぶち切れ散らかりそう。この色、肉色って言われてるんですよ。もちろん深い意味しかないです。最初の挨拶さ、絶対 Hey guys でしょ。おばあの下着じゃん。この柄のタイトルは何ですか？今村おばあパンティー柄ですか？ドローの柄って感じ。大川私服コーデ選手権。メンヘラのスターターセットじゃん。この服着てる人、ポストに蹴られてるイメージしかないんですけど。同じ大学にいたら最悪ですね。すべてのサークルを壊す女。サークルの男子みんな食べ散らかしてそう。オタザーの姫の天敵って感じ。ゴーダタケシなのよ。ダサいって。まあ、印象は良くないね。暴力の象徴が着てる服なんだもん。この服着てるの、ワカメかタイムニンだけよ。ミロのヴィーナスと同じ布の量。風俗嬢の風呂上がりじゃん。スプラトゥーンだったら大敗ですよ。東京上のクリニックなのよ。バカが遊んだルービックキューブ。この服のポイントは何ですか？車に惹かれにくいこととかですかね。派手な部分ちっちゃない？上半身の割合少な。私、上半身こんなちっちゃかったっけ？絨毯の柄じゃん。割れてる状態でしか見たことなかったです、この柄。石油王のパジャマって感じ。清潔感もあるし、信用できる見た目ですよね。悪徳結婚詐欺師、大体こんな格好してますしね。何も取り柄がない大学生。講義だけは休まない大学生。講義休まないけど、人脈がないから過去ももらえない大学生。アルアミルクしか飲まない大学生。うっせぇわのコメント欄で自分語りしてる大学生。シャツのエージダサいですね。出さない？ちゃんと出さない？私こういう服見るたび思うけど、着る順番間違えてるでしょ。なんでブラを最後に着るん？あと、靴が農家なのよ。アウェイする時の靴じゃん。渋谷の人に田んぼから来たって思われちゃうから。誰か死んだ？もう服ですか？絵本の虫歯じゃん。歯の上で槍構えてるでしょ。帽子の形ダサ。絞り出した歯磨き粉じゃん。ヤバクラの女オーナーじゃん。とこんなこと言っていいのかわかんないけど、川尻エリカさんが着てそう。なんかしっかり下品ですよね。着物から気品としとやかさを抜いた残りカスみたいな。花札の雑魚カードみたい。なんでこういう着物って原色を使うんですか？ペイント弾で撃たれたんですか？キャッチフレーズを決めたいです。連帯保証人頼む時のセリフじゃん。よかった。君がいて。ここに反抗してくれないか。これから芸能活動頑張りますよって時にこのキャッチフレーズつけられたら絶望するけどね。枕営業の暗喩だと思われそう。おじさんに見せてくれないかな。ダサ。これ考えた人末代までの恥でしょう。小学校の作文で読まれたらどうするんだろう。私のお父さんはエロテロリストという言葉を作りました。ていうかエロテロリストってなんやねん。ただの性犯罪者やんけ。アンリ、君に触れたい。メイジェイがカバーしてそう。君に触れたいって曲。南の島から来たシンシア。シンシアって何？新しい性病の名前ですか？シンシア？ヒロゴという字。何度ノートに書いたっけ？メンヘラストーカーポエムですか？矢神ライトの独り言みたいですけど。今日ヒロコって名前のやつたくさん殺したなぁ。100年に一人の天才。割といますね。永遠に変わらない愛なんてないの。ヒルナをね、浮気バレるたびにこれ言ってそう。メメひまり、ノーヒット歌謡賞、ワースト 10! いろんな VTuber さんが、まあ、夜遊びとか、おしゃれな曲歌ってる中、私はワースト10ですからね。どうやらオシャレ路線はないみたいです。では第3位の博愛主義者です。どうぞ。徳狩りは愛さない丸みを帯びろ、もう根がないで嫌がる形、美容師が避ける髪型、徳狩りは許せない、数ある中選んだ答え、誰もお前を愛さない、には博愛主義者角狩りは除くです。矛盾の中で一番矛盾してる。影が PC モニターだったもんね。カンパみたいな形してた。最後おじさんの歌どうぞ。インスタグラム見つけちゃった、水着かわいい
ください。この歌呪いなんで、気づいたら歌ってますよ。最高のプレゼントを見つけろ、プレゼント選手権。2億は重いよ。高級マンションなんて前澤友作さん以外プレゼントする人いるんですか？これパパ活大成功女子がもらうやつですからね。怖いって。え、鼻の穴でかない？え、これ私？え、みんなからはこう見えてるんですか？私、鏡で見る私と違うな。死刑囚が死ぬ前に描いた自画像じゃん。壁に、あの、血で描いてあるやつじゃん。夢日記で見たことあるぞ、これ。大丈夫？ 3 回見たら死んだりしない？あー、もう好き、大好き。プーさんのホームランダービーでプーさんのこと嫌いになったって人はいるかもしれないけど、ディズニー好きじゃない女子いないですからね。地位と名誉と莫大な権力ならディズニーより欲しいかな。重すぎるわ。特級呪物じゃん。壺はいらん。私、人に壺をあげる人、信長の野望以外で初めて見ましたね。サプライズで婚姻届は怖いよ。不倫されて離婚とか絶対嫌だもん。もし浮気したら、彼氏と浮気相手のこと監禁して、椅子に縛って普通に拷問するね。二人のイチャイチャライン音読させながら爪剥がしますね。あー、あと、ハーモニカ加えさせて、音が鳴ったら最初から、ってルールで1分間スタンガンチャレンジもやりますね。いいじゃないですか。私こういうのは素敵だなって思う人ですよ。何本ですか？ 100？ 多いな。卒業するキャバ嬢がもらう量。私の生活圏でだけは絶対やらないでほしい。近所の人にフラッシュモブされてた人ってネタにされるから嫌です。最寄りの駅乗れなくなるから。おー、きついね。これ学校のお昼休みにリクエストして流してもらおうか。歌の前にメッセージ入ってるとより面白いんだけどね。親愛なる僕の彼女ひまりへ愛を込めて。ざわざわ。別れたらニコニコ動画に投稿してネットのおもちゃにしようと思います。入って捕虜じゃん。捕虜が繋がれてるやつじゃんね。何回見てもクラピカの武器なんだよな。ちなみに私がもらったプレゼントの中で一番クソだったなって思うのはカエルでした。泣いた記憶がありますね。うわっ、ひま娘。絶対ウマ娘じゃん。探したらこの名前の出会い系アプリありそうですよね。暇な女の子と出会おうみたいな。私はめいめいひまり、最強のひま娘を目指す死神。足が速いからいつも軽自動車を追い抜きしてるんだ。よくないな。ひまり、ママを超えなさい。いや、誰？変な人来たって。いや、間違えてますよ。いや、私のママは綺麗で美しいサメト先生っていう方なんで。ひまり、落ち着くから吸いなさい。水タバコよ。嫌な器具。私のママ水タバコ吸ってるらしいわ。一番嫌いな日本語かも。ちゃんと原作見ました？原作はおじさん走ったりしないんですよ。これただの通勤ラッシュですからね。ひま娘杯。嫌だ。なんかいい感じにダサいのがちょっと嫌です。怖い怖い怖いんだけど。怖いんだけど。やだよ、おじさんの走り方。キモいな。小さい子見たら泣きますけどね。え、なんか、一名死んだんですけど。え、誰か死んだ。あ。ママ。いや、激アツじゃないですか。よかったですね。私の優勝候補は途中で死にました。ひま娘って死人が出るんですか？二人死んだけど。本家知ってるとスッカスカでしたね。ひま娘界隈で水タバコが流行ってるっていう最悪の設定はなくすべきですね。これからもめめひまりのことをよろしくお願いします。それではバイバーイ。